こんにちは、ライムです。はい、ということでですね、今回は、ドリームセレクションガチャ本体回していこうかなと思います。昨日、ドリームセレクションのね、選べる D 覚醒のおすすめ、性能解説動画アップしたんで、まだ見てない方はね、ぜひそちら参考にして、選んでほしいなと思うんですが、まあ僕自身もドリセレはやろうかなと、まあガチャ控えるとは言ったんですが、まああれだね、そのドリセレは裏切らないからドリセレだけはやっていこうかなと思っていたのでやりますね。で、今回ドリセレで選ぶものを一体何なのかっていう話なんですよ。明日、まあ今日の15時に実装されたんですけど、天命の忍者で明日ですね、僕は生放送でその天命の忍者を初見で最高難度をクリアしないといけないっていうね、まあ生放送があるわけじゃないですか。なので、それに関してのね、必殺技をゲットしようかなと思って、一応もちろんね、今回の生放送の内容としては難易度730の初見攻略を目指すという内容なので、先ほどですね、下の難易度ねやってきました。あの630までかな、2つあって630までやってきて、まあなんとなく雰囲気は分かったんだよ。730はもちろん何も触ってないからね。これは皆さん誤解なきように言うと、730は明日初めてやるから。とりあえず雰囲気は分かったんですよね。で、どういったパーティー編成にしようかとか、一応2パターン考えてる。なんか、A パターンでうまくいかなかったら時のために、B パターンも一応まあ用意しといたみたいな。で、用意しといたっていうか考えた。さっき2つともね、630で試しにやってきたんですけど、まあ、どっちでもいけそうな感じはあったんで、まあ、これ730がまあどうなるか分かんないんだけど、多分かなり硬そうなんじゃないかな。630は初見で23秒ぐらいだったかな、22秒とか23秒ぐらいで、倒せたんで、今の手持ちでもね、なので、まあ、730も多分勝てるとは思うんだけど、ちょっと勝てなかった時が怖いなと思って。まあ、狭間さんよろしくですね。生放送前に装備を充実させておこうかなというところでいきたいと思います。とりあえず、そう。シンクロからいくね。なんかドリセレのシンクロ回すなんて超久しぶりな気がするんですけど、1年ぶりぐらいじゃないかな。はい。ということで、まずガチャからいきましょう。まずシンクロいきます。いやー、まさかね、ここで、まあガチャ、そうか、まずガチャか。まずガチャだね。まあガチャはもう、ガチャ本体に関しては全く、あ、ワンチャンこれで狙いのやつが出てくるかもしれない。いきます、スキップ。文句武器。ハンマー。杖。全部見覚えがないっていうか、わかんない。超絶とかだったらもう分かんないからね。覚醒も今いっぱい、あ、オベリアの覚醒。まあタクティクスキャラをね、もう今後使うかどうかは分からないからね。これ結構珍しいんだよね、この覚醒ね。一定時間防御魔防精神アップ、かなり珍しいバフ内容なんだよね。まあだから何って話なんだけど、あ、雪山界最強の男の保守力戦技じゃん。こいつモテだね。で、こっちが、おう、アーシュラだ。アーシュラのゲージ戦技だ。地味に嬉しい。地味に嬉しい。まあでも、天命文句も終わっちゃったしね、FF4 の、クリスタルダンジョンも終わっちゃったから、当面なんかアーシュラ使う予定がないけどね。まあ、これ持ってて損はないよね。珍しく結構当たりの引きだったんじゃないか。はい、ということで、選べるシンクロ選んでいきたいなと思います。でだ、久しぶりにシンクロを交換するわけですけど、何を選ぶかって話なんだよね。で、天命忍者っていうと、もうキャラ数がもうガチガチに決められてるので、取捨選択っていうかになってくるわけですが、僕が意外と持ってなかったのが、今まで意外と縁がなかったキャラがいて、もう、まあ、もうシリーズ選んだ時点でもうね、わかる通りなんですけど、ユフィのこの水シンクロ
これ持ってなかったんですよ、私。まあ、ゲットするタイミングとかは今まで散々あったと思うんですよね。例えば召喚スタンプであったりとか、あとはまあ、この水シンクロがですね、このドリセルのラインナップに入ってから多分相当時間経ってるので、まあ、いくらでも狙うチャンスはあったんだけど、まあ別に水物理だったら他のキャラでいいよねっていうのももちろんあったし、こういった機会でもないと、あえて今のね、もう究極審議とか、実装された時代ですから、わざわざこのシンクロを狙っていく意味ってどこまであるのかって話なんだけど、まあね、向こうのガチャはもう本当に、なんていうの？最終奥義ですよ。仮にですよ、まあ勝てると思うけど、明日の、仮に、もし万が一、明日勝てなかった場合は、天命忍者のね、ガチャをワンチャン回す可能性はあるかもしれませんけどね。まあ、なので、これを交換して、まあ、足しにしようかなっていうことですね。はい。まあ、もしかしたら、全然もし、いらない可能性もあるんだよね。ちゃんとドリセレで取ったけど、結果、やってみたら別に全然なんてことなかったな、みたいなパターンもあるんですけどね。まあ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 備えあれば憂いなしということで取っておく。あともう一発、やります。もう本当にとことん今回はドリセで揃えられるやつ揃えていこうかなと思うんで、覚醒いきます。ドリセの覚醒もかなり久しぶりというか、なかなかね、シンクロよりも多分回したこと少ないと思うんですけど、これいきたいと思います。覚醒で、こっちの、覚醒については選ぶやつね。選ぶやつは、ちょっと前のバハムート霊式の時に、オート攻略って僕ずっとやってたんですよ。実装されて、ちょっとしてからかな。やってて。で、そのオート攻略の時に、ちょっと欲しいな、取ろうかな、みたいな、どうしようかな、みたいな、悩んでたやつがあって、それをね、今回、まあ、ようやく、取るかなっていう。レインズだね。どう見てもレインズだね。これ多分かぶりだな。ラストディスティニー。ロッド。あ、朝練が起こらない。朝練が起こらない星7装備。なんだ。レナディーか。レナディー？まあ、もっと出て損はないけど、ないけども、これ結構便利というか、あれだね、なんかレナって本当に回復能力めちゃめちゃ高いキャラだからね。何気にね、これ本当に、はい、回復量もね3段階アップ、これ 1.3 倍まで伸びてくるかな。あと白魔法と踊り子アビで、追撃内容変わってくるってことだ。普通の全体回復と、あと自動回復ってことだね。はい、まあ、まだ FF5 のクリスタルダンジョンがね、実装されていないんで、今後を考えれば、まあ、非常にありがたいヒーラーなんじゃないかと。もうこれで、一生、もうレナの装備、ゲットする必要はなくなったって感じかな。はい。で、これが、ワッカの LB 戦技。はいはいはい、なるほどね。まだ10のクリスタルダンジョンも出てないから、まあそっちで使うかな、と思います。これ割と強めだよ。よね、まあそうだね、待機時間なし、リミットゲージ、商品なしでゲージ1貯めるってことで、LBOF が打ちやすくなる。だいぶ早いタイミングで打ったりとかすることで、まあ、30秒入りとかね、そういったところに貢献してくれるんでしょう。はい。ということで、選べる覚醒ですが、こちら、果たしてライムは何を選ぶのかどうかってところなんだけど、まあ、こういったタイミングでもなかったら、まあ、みんな多分ね、見向きもしなかった覚醒だよねっていうやつ。ね、それが、3の、もう3っていう時点でもう、あ、なるほどねってなったと思うんですけど、3の、これね、玉ねぎの神輿担ぎ棒の超高速ヒット。なんなんこれって。みんなね、基本玉ねぎって魔法パ運用、魔法運用で使ってて、物理運用のこと多分忘れてると思うんで、改めて見ていくとですね、一定時間味方全体の攻撃防御アップ、これ味方全体だからね、これが結構でかい。
さっき天命忍者試しにやってみたんですけど、攻撃バフがねえと思ってとにかくバフがねえっていうことで、これ味方全体の攻撃を 1.3 倍しつつで、なおかつですねクワッドエレメントモードで、まあ、属性まとめもありつつで、選ばれし忍者モードと、あと禁断の力覚醒モードっていうものが発動してくれます。まあ禁断の力覚醒モードについては、物理スピードだったり忍者火、使った時にもう一回放つという効果で、選ばれし忍者モードっていうのがこの物理スピードか忍者アビリティ2回使用するために発動するために効果が上がる追撃オニオンアップで、これが4属性アビのダメージ一旦アップ大できるっていうね、まあ白物なんですけど、まあ本当にそれだけよ。単純に、玉ねぎを使いたいからっていうのと、あとは味方全体にやっぱバフが付与できるっていう点で、まあ使えるかなと。まあ別にもちろんなくてもクリアできるとは思うんだけど、あったらまあ使うかもなっていうそんな感じです。別にこれ皆さんにとってこれ絶対取った方がいいよとかそういう話じゃないからね。これあくまで保険で取っとくっていうだけの話なんでね。はい。で、あとね、どちらかっていうと、こっちの覚醒2より、こっちだね。これを優先した方がいい。こっちが覚醒2だか、覚醒1だか忘れたけど、多分これか、こっちが、物理覚醒だと1の方だと思うんだけど、これは重要ですよ。忍者やる上で。一定時間味方全体のクリーズ 100% にする。これかなり重要。で、これもう本体部分についてが25秒だね。25秒間、クリティカルディスアップで、まあ、あと、忍者アビ使うと、追撃が出てくれるよっていうもの。ただこれ属性まとめないから注意ね。はい。っていう感じなので、まあこれは玉ねぎ使いの方であれば、こっちはね、優先的にまあ発動するって、で、こっちの第二覚醒の方は、まあ余裕があれば使うかなみたいな。一応僕の頭の中では、必殺技3つは使うかなっていうのを今頭に思い描いてるので、戦闘イメージではね。これで役者が揃ったって感じだわ。オッケーオッケー。これでもう、勝てます。で、パーティー編成、もう今すでに見えてるのが、これパーティー B なんだよね。パーティー B の方で、まあ、詳細は明日の生放送で話そう。なんでこういった編成に至ったのかとか。はい。ということでね、皆さん、明日の、21時から生放送予定ですので、勝てるまでやるからね。1時間とか2時間、何時間かかるか分かりませんけどね、ぜひ、遊びに来てください。といったところで今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。